へい、どこに行くんだ。出発ですね。この辺りは本当にのどかな場所だよね。初めて来た時も思ったけど、なんか落ち着くな。わかるわ、私も同じよ。あのさ、ソフィー、あなたの時代のキルヘンベルはどんな感じ？え？そんな驚くこと言ったかしら。まさかラミゼルさんの口からキルヘンベルの名前が出てくると思わなくて。そっか、言われてみればそんな話したことなかったもんね。うん、けどどうして聞きたいの？実は私ね、元の世界だと旅をしてる途中で、キルヘンベルにはもう何年も帰ってないの。だから久しぶりにちょっと思い出したくって。そっか。でも難しいな、キルヘンベルの話。私が生まれてからずっと静かで平和で、みんながすごく優しい町だったからな。何か名所的なものはできてたりしないの？ないない、何にもないよ。本当に静かな田舎町って感じ。ラミゼルさんの知ってるキルヘンベルもやっぱりそんな感じ？ええ、本当、あの町は何十年経っても全然変わらないのね。ちょっとは変わってて欲しかった？そんなことないわ、キルヘンベルらしくて好きだもの。あ、そういえば教会もちゃんと残ってるわよね。もちろんあるけど、もしかしてパメラのこと？そうだけど、その言い方からするとパメラの秘密も知ってるみたいね。幽霊って話だよね。私も初めて聞いた時は驚いたよ。変わらないでほしいとは言ったものの、さすがに変わらなすぎなのもどうなのかしらね。